ちらはケルン大聖堂の背中になります。でこの辺はいろんな美術館があって、博物館とかで、こちらはすぐ国際線とかローカル線が走ってるケルンのメインステーションになります。そしてここはライン側、一緒に散歩しましょう。ここにお嫁さんいる。綺麗だね。いい感じ。いい感じ。お邪魔しました。お嫁さんいた。いいな。はい。なんか愛先生、晩婚がいいって言ってたから超期待してる。ここは、まあ、私は別の町に住んでるからここはあまり来ないんだけど、あ、なんかやっぱりお昼時でも人入ってないね、レストランね。ここから観光の船でデュッセルドルフに行けます。ボンとかにも多分行けると思う。なんか子供とか普通は遊んでるんだけど誰もいない、大人しかいない、なんかこの花、木の花すっごいいい香りする。すごい、なんていう花なんだろう。なんか優しい香水みたい。あ、かわいい犬いる。あれドイツの毛が薄、短いジャーマンシェパードだ。かっこいいね。この昔だったらこういう教会とか入ってたりしたけど、今はちょっと見方が変わったからなんか行く気はしません。この橋すごく有名で、映るかな、この橋の手すりの端から端まで全部鍵がついてる。こういう鍵なんだっけ、ちょっと日本語で忘れたけど、私の故郷ではジョッピンカルって言うんだけど、わかんない、こういう鍵なんて言うんだろう、ちょっとわかんないけど、あれが恋人たちが愛をこう永遠にするって意味であそこについてて、あまりにも橋に影響があるから撤去するっていう問題がずっとあって、まあ、それ聞いた時10年以上前なんだけど、まだついてるってことは大丈夫なんだと思う。でもあまりにも重すぎて、ここは国際線とかローカル線走るので危ないので、いずれ撤去されるかもしれません、本当に。で、遠くにも教会見える。もう教会はもう、まあ、コンビニまでとは言わないけれども、すごい教会はたくさんあります。あ、ここからデュッセルドルフの船に乗れる。よく夕方とか上パーティーとかして、パーティー船3時間か4時間こう大騒ぎするっていうのは結構ある。ここはずっとレストラン、もうずっと先まで。でも人通り少ないね。普段だったらもう超混んでんだけど、今日はやっと20度あるかな。トラム走ってる。ベルリン37度ぐらいあったんだけど、私の町17度だった。寒かった。帰ったら、あまり観光地とか私行かないから、ちょっと、この辺こんな感じがずっと続いてる。特にこの城壁とかもなんか意味あるかもしれないけど、ちょっと私は分からない。あ、ここにいる。ケルンのドーム、あ、そう、ドームってケルンの大、日本語忘れた、ドームっていう意味です。
なんだっけ忘れた日本語。あ、なんか忘れちゃった。この木のあのプラタナスっていうんだろうか、私木の名前が全然覚えられなくて、この木が生えてるのはドイツ結構多いです。あの私の州に限っては、他はちょっと分かんないです。あ、これがすっごい流行ってて数年前から、私一回も乗ってないけど、いつかちょっと挑戦しようと思ってる。まあ、テムズ川とかロンドンの、まあ、結構匂いするんだけど、ライン川は結構頑張ったみたいで、あの変な匂いはしないです。一応環境ではちょっと本当に頑張ったみたい。これはあの下はスイスで、右側の西側だとあのオランダとかにつながっている、あ、キャプテンいる、この川で、この川はルール工業地帯にもつながっているので、あの石炭とか、車とか、車作ったやつとかが運ばれています。あとロッテルダムとかからも入ってくるので、太平洋とか大西洋とか越えた、コンテイナーが、よく運ばれていて、中国の漢字書いたコンテナとかよく通るの見ました。あと天然ガスとか、そういうのも運ばれていて、ガスって書いて、青ちょっとぶつかった、すいません、ちょっとなってる。あ、こっち旧市街だ。ドイツって風情のある建物全部ペンキ塗っちゃうから、まあ、見た目可愛いかもしれないけど、私はちょっと古びた感じが好き。まあ、ドイツは全くないね、本当にこう厚塗りしてしまうから。あ、本当に人いない。わあ、初めて見た、こんな人いないの。ゴーストタウンだこれ。こんな感じです。あ、こっちはちょっと人いる。こんな感じのちょっとうだうだした報告でした。見ていただいてありがとうございました。